ということで、あ、ちょっと待ってよいしょよいしょということで、本日はカウントダウン TV ライブさんで生放送出演してきました。何本つけの忘れてた。そう、今帰ってきて寒い寒いです。寒かった。今日見てくださいましたか？カウントダウン TV ライブ見てくれましたか？今日はここでやった。今 JO1 さんがいらっしゃる場所、みんな今見てるカウントダウン TV、 ここ同じ場所でやった。一緒です。おそろっち。今 NOW カウントダウン TV NOW テレビ映ってる。今この場所で先ほどまで踊ってた私、ここです。皆さん見てください。今カウントダウン TV をつけてくださいここでさっき踊ってた大西ここで踊ってました。私、はい、ありがとうございます。ここで踊ってました。ありがとうございます。ここで踊ってました。ここで踊ってました。テレビの人だって、ありがとうございます。先ほどまでここで踊ってました先ほどまでここにいたものです。どうもありがとうございます。みんな見てる？そう、私たちはすぐ帰ってきたんでございますが、そう、ここで踊ってたんですけど、今日そう、テレビで見た方だって、そう、さっきまでそこで踊ってたからねどうもありがとうございます。これ寒いんだよ今。だからきっと JO1 さんも寒いなーってなってる。いや、今はなってないと思うけど、始まる前はなってたと思うってぐらい、本当に寒くてそう、衣装にカイロ2つ貼ってた。寒すぎて、うん、そう、お腹が、そう、衣装がね、お腹出てたり、人によっては肩出てたりとか。まだ今日長ズボンだったからよかったけど、寒かったです。うん、そう、ここ豊洲ですね。豊洲のバーベキュー場なのかなって踊ってました。でもすごい綺麗で、イルミネーションたちが、そう、あ、終わった。寒かったけど、とっても綺麗な素敵なスタジオ場所でやらせていただきました。ファイヤーだったでしょ、あの日がね、あったから、ちょっとあったかかったの。何食べたのって、あ、バーベキュー。私はソーセージ担当でした。2口食べて「いけますよ!」って言って、もっと食べたかった。悲しい。一瞬だけ食べた。収録中しか食べちゃダメなやつ、そう呼ばれて「はい行きまーす」みたいな「残り3分で来まーす」みたいな。でそう来る時に「イエーイ!」ってするあれやったから、そうだから終わってあの提供みたいなのが終わってお店は2口ぐらい食べて「行きまーす!」はーい。他食べてないのって、食べてない、みんなほとんど食べてないと思う。そう、多分きっとスタッフさんたちがね美味しくいただいてくれるんだと思います。お弁当は出たので、お弁当は夕方ぐらいに出ました。5時ぐらいに食べた。うん、そう、入浴剤もらったって、もらった、見てみ、今日の戦利品でございます。またまたこちら、ででん、入浴剤とででん、お水、もうペットボトルもねいっぱいなんだ。この今のうちであるので、これで5本目かな、これ5本目で、これはもう本当に数えきれないぐらいたくさん入浴剤があります。大西コレクション、絶対飲まない感じで、絶対飲まない、一生飲まないよ大西一生飲まないし、多分一生使わない、うん、取っておくの、うん、今までの分も全部取ってる。そう、犬捨てのティッシュも使ってないし、なんて使わないです、一生。水腐らないのって、これやっぱ閉じたままでも腐るんかな、お水って。このまんまでも腐るってなったら、中身の水は全部出すけど、書いてないのよね、なんかそういうの。今んとこ全部綺麗なのよ、なんか。まあでもちょっとやばそうだったら捨てるわ。そう、とりあえずできる限り置いとく。でもそう、どこにもね、あ、これか、2024年7月やって、まだまだあったわ、ここだ。じゃあまだいけるね。それでも飲まないのか、飲まない、大西多分本当に飲まない。うん、まだいける。確かに前のやつとか大丈夫かな。でもね、出してあるやつもあるんだよね。そう、ほぼほぼ出してるんだよね。てか飲んできてペットボトルだけ持って帰ってきてるから、1本だけか。あ、普通に飲んでた現場で飲んでた時代もあったのか。普通に飲んでたわ。一生飲まないと、飲んでます。前回あたりからそう思ったのかしら、私え、ほんまにいや違うわ。んいや、あれ入ってんな。ああ、入ってんじゃん。あ、でもこれも2024年7月。2024年7月2024年6月ああれだあー音楽祭これ何音楽の日あテレ東のはなんか飲んでないわ私音楽の日のなんかペットボトルあんねんけどそれだけ飲んでるわ音楽の日ピンクのやつなんかね紫のこういう形じゃないなんかやつがあってあれだけ飲んでるわテレ東のテレ東じゃないわこれは飲んでなかったでも全部なんか2024年7月とか6月とかってあれんちょっとねそれだけ飲んでた2021年の出演って書いてた2021って書いてたうんなんで飲まないのって飲まないんです大事なものなんです私にとってはほんなら飲めって話やなでも飲みたくないですたくさんあるのにそら1万個とかあったら飲むけど1万個とかあったりあれが普通に自販機とかで売ってたらまあ飲むけどいやそれでも飲まへんかもなもらったやつは飲まへんかも、うん、肉剤は使ってないですあでも一回ファンの方がこれ売ってるやつ普通にくれて 3種類入ってるやつピンクと青と黄色みたいなのは使ったそうファンの方が事務所に送ってくださってプレゼントでそういただいたやつは使ったそうどうだったって普通にいい入浴剤だったどんな香りだった？なんやったかなこのピンクのは柚子なんですよ青と黄色も匂いが違くてうんでもどれも普通にいい入浴剤でしたうん今日ここで皆さんいっぱい踊るんだねさっきまであこにいたまだ映ってるよ豊洲が寒っお腹すいた夕方にご飯食べたからお腹すいてきた男性グループ増えたねって確かにね確かにねそう言われてみたらそうかもね確かにね確かに女性グループって確かに確かにね、そう言われてみたらそうかもね。うん。この時間の豊洲はもっと寒いかもねって絶対そう。かわいそう、寒いね。お疲れ様です、本当に。なんで元彼だったのだろうって。確かに。でもさ、この間も根も葉もルーマーやって、で今回元彼で、そういいよね。なんかいろんな曲できて楽しい。おにしそう、他のアーティストさんに会いましたかって。お一人すれ違ったかも。うん、大西たちより前に歌唱してらっしゃった方で、ゆうりさんかな。うん、え、うん、え、うん。きっと、え、違う、え、違う、待って。男性で、男性。お一人の男性の方にお会いしました。お会いっていうか、すれ違ったぐらい。すれ違うことあんまりないって。あんまないね。うん、あんまないかもね。なんかスタジオ室内の時とかやったらこう入れ替わりとかでたまに挨拶するぐらいやけど、西たちは楽屋挨拶とかも行かない、まあ、行かない。昔はしてたのかも分からへんけど、大西の時代は、大西の時代っていうか大西が入った時代はそういうのなかったから。うん、こうほんまにお友達でとか、それこそナータンとかやったらこうスタッフさんとか言って、それこそ「Mステ」の時とか昔。お笑い芸人のミキさんが一緒にいるみたいになって「挨拶行きたいです!」みたいなってなって行くみたいなのはあるけど、たまに。基本は本当に入れ替わりぐらいかな、会うってなっても。うん、挨拶しないんだね。そうね、楽屋挨拶は行かないかもね。うん、そうね。うん、総監督は言ってるかもねって。いや、言ってないと思うけど、多分他の方もやってないと思う。やってないっていうか、歌番組とか知り合いとかね、どっかでつながりがあるってなったら多分ソロの方とかはね、行ってらっしゃるかも、行ってるとは思うけど、大西たちはね、行ってないかもね。司会の方にも行かないんだって。楽屋は行かないね。うん、もうほんとリハーサルでいらっしゃる時とか、司会のねリハーサルもしてらっしゃるから、コロナもあったからじゃないって。いや、もしコロナない時代もさ、ちょこちょこ出してもらってたことがあったのよ、今まで歌番組どっか行ってる素振りもあんまなかったと思うけど、まあ個人というか、なんだろう、多分まあ私たち人数が多いからね、あ、なんか昔サイン書いた CD 交換してるイメージだった。あー、確かに。どうなんだろう、ゆいはんさんの時はやってたのかな。今はまあコロナもあるのかね。こう完全につながりがないところとかはあんまりイメージがあんまないかも。挨拶行ってる。あと今はね、多分一人行くとみんな行きたい、私もって多分なっちゃうからっていうのももしかしたらあるのかもね。今はコロナだから本当に遮断というかね、全然あれだからね、挨拶来たりもしないのって。いや、今はそれこそ48グループとかぐらいの子がちょこちょこって、誰かのメンバーに会いに来るぐらいかな。STU とか最近一緒になること多いから、そう奈々さんとかと喋ってたりとか、そういうのは見かけるけど、その他も別にないかな。そんな感じなのに。そうね、あんまりこう他の方と関わることはない。感じ。やっと部屋がぬくくなってきた。寒っ。ね、まあそんな感じで55分ぐらいだったら終わろうかな。いてててててて。あ、昨日のサッカーは最初から見てたのって。見てた。昨日はなんか最後や、なんか見るか迷ったのよ。いやでも最後やでと思って昨日は最初から最後までずっと見てた。こうなんか私はサッカーのさ、何今の怖そう。なんかサッカーのあれこれをさ詳しく知らないからさ、今のなんでみたいなやつもいっぱいあんねんけどさ、そう大西は一生そのオフサイドとオンサイドの違いが分かんない。一生分かってないけど、そういやでも本当に感動しました。ねあ、オンサイドはないの。オフサイドはあるけどオンサイドはないの。なんでオンサイドはないの。オフサイドがあるんやったらオンサイドはないの。オンサイドって言うようやって、言うって言ってんで。なんか英語で出てなかったっけ、オンサイドみたいな。昨日あるよね、なんか昨日多分テロップで出てた気するけど、英語でオンサイドって書いてた。出てましたよってせやんな、ほらあるってよほら、大西は見間違いじゃなかった、オンサイドみたいな思っててそう煽るな煽るでも本当にその違いが分かんなくて、なんかさ、その蹴るやん、ボールを蹴って、それがさ視覚応力でさこの辺にさポーンって当たったとするやん。あれでだって昨日1点取られてたでしょ、その後の PK で。あれがさありなんやったらさ、このサッカーを全く知らない感じの人間からするとさ、誰かの肘狙えば PK できるんじゃねっていうさっていう頭になっちゃうのよ。こういかにこう自然にね、わざとらしくじゃないよ、自然にパーンって肘にさとかパーンって当たるようにさやったらさ、ハンドーってなって、よっしゃ PK みたいなってなっちゃうんじゃないあれって思ったから、え今ので PK なるんだと。そうか、でもそれがする、それもありだけどってことか、それをするのが難しいのか。そうか、確かに。いやでもあれねえ、結果ね、全チンが勝ったから、そうアルゼンチンがね勝利したから、大西はそうアルゼンチンさんを応援してたので、昨日そうまあって思ったけどそうそう、でもやっぱあのね、かっこよかったね、メッシさんが。うん、ねえもうなんかね、なんかそのさ、もしあワールドカップでこう調べながらさ、リアルタイムとかで皆さんの声を聞きながらもし見ててんけどさ、ね、よかったなって思った。エムパベ、いやエムバペさんめっちゃ強かったね、すごかった。なかなか言えないエムバペさんね、すごかったよね。メッシさんのさ、最後の PK のさ、あの感じなんかすごっ！ってなった。すごくない？なんか普通さ、大西のね今まで見てきたさ、その PK のイメージってさ、トン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 シャーンみたいな、なんかそういうイメージがあったのね PK。 でメッシさんはトントントンスンみたいな、その感じのわかる？トントンスン入ってった。いやマジですごい。うんいやもうなんかおーってなった。うん、ねいやでもなんか面白かった。そうなぜか今回から見始めたけど、まあちょこちょこねえなんか楽しかった。でもこれまたさ夜中にやってたからさ見れたけどさ、これお昼の時とかってさもう仕事ってなったらもう見れへんもんね、リアルタイムで。昼の2時から開始ですみたいな、日本時間で見れへんもんね、こんな風に。これみんなどうしてるの？休むの？ブラジルとか試合の時間休みらしいよ、仕事やって。マジ？日本そういうのないでしょ。だってねえ、4年後はアメリカやからそうだろうなって。次我ら昼？マジ？あ、ワールドカップ期間めっちゃ仕事休んだって。あ、もうガチガチ勢だ。すごい。シャイのは夜のさ8時ぐらいから始まってくれるのがありがたいよね。どう？ってなるとどこで開催してくれたらいいんやろ。日本で8時ぐらいの場所。8時間差。いて。日本で8時に開催してくれればいいって。あれお昼じゃなくていいの？時間やってらっしゃる方々の国は。あれ夜なの？お昼っぽくなかった？なんかどっかそうでもない？あ、一日に何ゲームやるかにもよるって。ああ、なるほどね。昼は大変だって。あ、そっか。あ、カタール暑い国だからって。そうか、暑かったのか。こう大変や。時間平均ってもうこんな時間か。終わるか。ということで。では本日はこの辺で終わりたいと思いますので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギ@ももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が MM ルールズ@岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がさとち@大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がケイチンさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。いいむせた、失礼。続きまして11位が大西かっき@大西軍@ああああ、戻りましたか？ごめんなさいね。戻りましたか？ごめん、なんか上のバーみたいな押しちゃった。すんごい大事なところだったのに。ごめんなさいね。みんな戻ってきた？これなんかビッてやっちゃった。上のバーみたいな降りてきやがった、携帯のやつ。すまんなこれね、すぐ反応するのよ、大西の件。失礼。じゃあ呼び直します。続きからいきますよ。11位、大西かき@大西軍@再販お支払い今日まで、再販お支払い今日まで3、ありがとうございます、イエイ。そして12位がえに@ももかえの愛さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がライオン丸さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。はい、ということで、久しぶりのリップグロス、お話し会再販お支払い本日までということで、はいこれはとってもとっても大事な日です。皆様ぜひぜひぜひのぜひぜひぜひのぜひぜひ、あと1時間あと1時間、あ、忘れちゃってたみたいな人いませんか？あ、そういえば支払い今日までだった、すっかりこっかり忘れてたっていう方いらっしゃいませんか？はい、ということで残り1時間ということで、本日まで、本日の24時までということで、23時59分59秒までかな。ぜひ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 、あーぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、ちゃんと今日もお風呂入るから、このあとしっかりお風呂、今日は湯船入るので、ぜひぜひぜひお風呂入るので、今日寒かったからね、ちゃんと湯船入るようにし、よろしくお願いしますということで今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさーい。ちょっと全然遅い。よし、おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバイ。